する最初はこちらのコーナーからです。はい、手毛馬クッキー。さあ今日はですね、ビーフカツ南蛮なんですけれども、はい、まあ、南蛮っていうと皆さんチキン南蛮でもね、馴染みがあるかと思うんですけれども、一つソースが加わるだけでね、ガラッと雰囲気変わるんですよ。ご覧ください。それでは手毛馬クッキー。今回ご紹介いただくのは鉄板焼き深見の料理長、川原雄一さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ川原さん、今回はどういったメニューを教えていただけるんでしょうか。はい、今日はですね、宮崎のソウルフードでもありますチキン南蛮と、今少しちょっと流行りになってきますビーフカツを掛け合わせて、はい、牛もも肉のビーフカツ南蛮を作りたいと思います。ビーフカツ南蛮ですか。はい、うわ楽しみ。では、はい、よろしくお願いします。では材料です。牛もも肉 320g、 卵1個、薄力粉、パン粉、塩コショウ、タルタルソース、付け合わせの野菜は適量です。赤ワインソースは赤ワイン 300cc、 バルサミコ酢 30cc、 蜂蜜はお好みで入れてください。南蛮酢は穀物酢 300cc、 濃い口醤油 150cc、 砂糖 200g、旨味調味料と粉末だしが 5g、 玉ねぎ1/4個、レモン1/2個、ローリエが1枚から2枚です。川原さん、まずは主役のお肉、はい、今日はブロック、牛もものブロックですね。はい、スーパーでもアメリカ産の牛肩ロースのブロックとかも売ってますので、そちらでも全然大丈夫かと思います。ではこちらパン粉付けをしていきたいと思います。はい、これお肉調理する場合は、はい、やっぱりこう常温に戻してた方がいいですか。常温がいいですね。やっぱり火の入りづらい冷たいものができてしまいますので、ここでですね、はい、小麦1回でもいいんですけど、ここを2回こうくぐらせることによってよりしっかりとこう衣がつきますので、うん、はい、卵からまた小麦粉に、はいはい、これで衣のつきが良くなるんですね。はい、と旨味ももう逃げませんので。なるほど、はい、これで牛肉の下準備ができましたね。はい、はいはい、次はですね、南蛮酢を作りたいと思います。南蛮酢、今日はまあ参考までにこちらご準備してますので、柿原さんは酸味の強い方が好きですか。私は酸味の強いのが好きです。はい、でしたらですね、酢を入れて、まず少し残します。全部入れるとやっぱり酸味が飛んでしまうんで、これ一度火を入れるんで、あとはもうこの材料全部入れていただいて、はい、とレモンを少し絞って、これもそのまま入れます。このまま一煮立ちさせます。いつもなんですけど、これでこう味見って絶対むせるんですよね。むせますよね、お酢はねこの湯気だけでゴホってなりますもんね。で、一煮立ちした後にこの酢を入れることによって酸味が飛ばないんで、加えてこのまま温かいままこのまま置いておく、置いておくと、はい、いうことですね。はい、これで南蛮酢ができました。はい、今日はちょっとおしゃれに赤ワインソースをご準備いたします。赤ワインソース、はい、この赤ワインもですね、まあ、どっちかというと国産の赤ワインの方がすごく香りがいいんですよね。赤ワインだけでまずこの赤ワインが3分の1量になるぐらいまでずっと詰めていくんですね。うんうん、でそこからこのバルサミコと蜂蜜で調整していきます。はい、この赤ワインソースだとチキン南蛮にも全然使えますんで、チキン南蛮にも赤ワインソースをちょっとかける。はい、濃度つけなくても濃度がつくぐらいまでこう詰めるんですよ。そこまでいくと正直もったいないなというのがあれば、途中で少し味を見て調整されて、片栗粉とかコーンスターチで濃度をつけられるといいかと思います。あ、なるほど。はい、辛さも随分と量が減って、はい、そうですね、すごく香りも立ってきましたし、濃度もついておりますので、でもこのぐらいがいいぐらいかと思いますね。は、はい、すごい、ここまでしっかり詰めると美味しいソースに、はいはい、そうですね、はいはい、川原さん、いよいよお肉を揚げていくわけですね。はい、お肉を揚げますけど、今温度をですね、170から180に設定していまして、うん、あまり温度が低いとやっぱりカリッと揚がりませんし、うん、はい、なるべく短時間で揚げたいん でここで、まあ、なぜこの南蛮酢があったかいままがいいかと言いますと、正直ここであったかいお肉をもしこの冷たい南蛮酢につけてしまうと、お肉が締まってしまうんですね。あ、はい、やっぱりこうシェフが知ってる教えるポイントっていうのがいろいろあるんですね。このままこっちに行きます。
はい、あまり長時間つけてしまいますと衣がくたくたになってしまうので、うん、ここで味をなじませるために少し休ませます。はい、もうさっとですね、はい、さっといいです。はい、はい、これから、はい、ちょっと切ってみましょう。断面が楽しみ。プレッシャーですね。こんな感じです。わあ。どうでしょう。めっちゃくちゃ美味しそう。美味しそうですね。美味しそうですね。一安心です。さすがです。はい。はい、じゃあこの後このお肉を盛り付けて、はい、もう本当に楽しみ試食の時間です。断面だけでもすごくテンションが上がったんですけれども、はい、この美しい盛り付け、もう芸術作品ですね。美味しそう。じゃあいただきます。最高ですね。南蛮酢がふわっと、でこの一緒にいただいた玉ねぎ効いてますね。はい、ピクルス的に使えますので、うん、はい、一緒に今日持ってるお野菜ですけど、今日はもうサラダ仕立てにしてますけど、これを温野菜風にバターで炒めたりとかして飾ってみたりするのもいいかと思いますんで、うん、はい、でいつも思うんですけど、このシャッシャっていうこのソースの感じですよ、はい、これもやっぱり一つこうゴージャスに見えるポイントかなと思うんですけれども、ポイントですね。結構今流行り的なのがこうスプーンで垂らしたのをビュッていくのが結構多いですよね。なるほど、はい、いや南蛮酢が本当にこう私たちが普段親しんでる南蛮酢ではなくて、風味もアップした。すごく、まあ、南蛮酢とこの赤ワイン相性がいいので、うん、いいですね、はい、最高です、はい、またちょっとお客様をもてなす時の一皿にもね、うん、ぴったりだと思いますので、はい、皆さんもぜひ挑戦していただきたいと思います、はい、宴講会は鉄板焼き深見の料理長川原さんに教えていただきました。ありがとうございました。いやもう本当この時間帯のこれはもうきついものがありますね。本当に食べたいわ。いやいいお肉を、うん、まさかその揚げて南蛮酢で食べるんですか。でもね、今回はその南蛮酢ももちろんすごく美味しいんですけれども、はい、やっぱり決め手は赤ワインソースですよ。赤ワインソースあれがもうすごくねコクと香りも風味とか全部揚げてくれるの、うん、おいしい。煮詰めてましたもんね、赤ワインね。そう、とろーっと、うん、まあ、あそこまでちょっともったいないなっていう方は、コーンスターチとかでとろみをつけても、ちょっと絡んでいいですよっていうことなんですけ ど、やっぱり煮詰めるほどにこうやっぱり味とか香りとかもね深くなりますので、ぜひ挑戦していただきたい。すごいね、だってシェフをグーパンチしてましたもん。いや、グーはしてないです。本当にポイってポイってポイってしただけです。美味しさあってね、美味しかった、美味しいポイってしたんですか。割と割とボコボコに割とバーン言ってましたけど、そんなシェフにそんなことできませんよ。でもそれだけ感動した味っていうことですからね、はい、うん、でもう一つおすすめの食べ方、南蛮酢を作った時の玉ねぎ、あれをピクルス的に添えて一緒に召し上がっていただきたいと、はい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 、ここはね守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はいはい、皆さんもねぜひ挑戦してみてください。ではプレゼントご紹介します。少女のように笑うね、関係はね、フェニックスシーガイリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントいたします、はい、応募方法は番組の最後にご紹介します。鉄板焼き深み、牛肉や魚介類をはじめとする味わい豊かな食材を熟練のシェフとの楽しい会話とともにお楽しみください。シックで落ち着いた雰囲気のプライベートルームも新たに設け、高級感あふれるカウンター席で記念日のお祝いや商談など特別なひとときを過ごしいただけます。ぜひご利用ください、はい、今回のお料理ぜひね特別な一晩とかね、うん、いいですよね、はい、ディナーなどにもおすすめです、はい、ぜひ作ってみてください、はい、以上テゲウマクッキーでした、はい、さあ CM の後はシティトピックスです。